こちらですね、歩行者専用の自転車置き場があって、あ、もう買いに来てはる人いますね。あ、おはようございます。ここってもう閉店しちゃうって聞いたんですけど、なんかブログとか YouTube してるんですけど、僕はとってもなんか何が有名なんですか。じゃあちょっとからちょっと大きいのしかないんですけど、はい、唐揚げ弁当で一つね、はい、お姉さん取ったらダメですよね。私もあ、声はいいですか。声、はい、え、なんでなくなっちゃうんですか。後継ぎがあ、そうなんですよね。なんか結構人気なんで、だからあのコロナとかいうより後継ぎがさんがいないってことなんですか。そうですね。 あ、そうなんですね。いやー、もったいないですね。ここはもう、なんかどなたか書いてたんですけど、39年なんですか。そうなんです。すごいですね。え、お姉さんの代からですか。私のその前の方はしてたんで、その後すぐについて、はい、ずっと。そうなんですね。え、じゃあ、え、2代目さんなんですか。2代目になるよね。お姉さん一人でされてるんですか。いやいや、娘と。あ、失礼しました。あ、そうなんですね。娘今ちょっと配達してるんです。あ、失礼しました。娘さんかと思いました。いやいやいやー、残念ですね。じゃあもう、だいぶ前からもう閉店決めてはったんですか。いえ、この1月入ってからです。ちょっと主人が始まりました。あ、そうなんですか。決心しました。お父様もじゃあ一緒にされてたんですね、その時まで。ちょっとは手伝ったりしてましたけど、今まで仕事行ってましたのでね。あ、仕事行きながらここも。ここはじゃあ自宅兼になるんですか。そうです。あ、失礼しました。ここ駅も変わっちゃいましたね、だいぶ。それでお客さん変わったんですか。ね、やっぱり若い人が少なくなったということですかね。はい、こちらが39年の歴史、本家かまど屋白浜店です。39年前は近畿では初めてここにかまど屋ができたそうです。はい、ということで今お店の方にお聞きしたところによるとですね、コロナ禍というよりかは後継ぎさんが見つからないので、もうこのまま閉店する決心をつけられたそうで、今年の1月ぐらいから決心されてて、その近くに旦那様のお父さんが亡くなられたそうで、そして娘さんと2人でやってたんですけども、旦那さんもその1月付近に亡くなりはったそうなので、それでもう後継ぎもいないということで閉店を決心されたということです。もうめちゃくちゃね、ここの唐揚げ弁当が名物で美味しいとね聞いてたので、今日は買って帰って今から食べたいと思います。この、なんていうかいいですね。そして、いきます。3、2、1、バカーン。うわー。あ、見てください。皆さん、見てこれ。もう唐揚げ弁当といえば、かまど屋じゃないですか。あ、美味しい。